紀伊半島を衛星写真で見ると東西一直線に川が流れているのがわかります。大甲山脈に降った雨は東は櫛田川を流れて伊勢湾に注いでいます。分水嶺の西に降った雨は紀の川を流れて大阪湾に注いでいます。2つの川の北側は花崗岩、南側は緑色片岩でできており、南北で全く違った構造をしています。一方、紀伊半島の南部には2つの大きなカルデラ跡が見られます。今から1500万年前に室生カルデラと熊野カルデラができました。カルデラ噴火は火山噴火と違い、大地からいきなりマグマが噴き出し、紀伊半島南部は一面溶岩で覆われました。地球上で起きたカルデラ噴火の最大級のものです。今日はその名残を求めて三重県熊野市の立ヶ崎にやってきました。紀伊半島中央部にある大峰山脈は一時期砂漠のような景色が広がっていたはずです。大甲山脈と大峰山脈のくぼんだところは室生カルデラが陥没した穴ぼこであり、紀伊半島はこの室生カルデラと熊野カルデラでできていると言ってよいでしょう。大峰山といえば修験道、ヤンブシが山岳修行をします。彼らはこのカルデラ地形の奇岩を三条ヶ岳を中心に金剛界、釈迦ヶ岳を中心に大倉界の曼荼羅に見立てて5月から9月にかけて奥掛けをします。熊野市には神武天皇が統制された時最終上陸地となったところがあります。今日はそのポイントから出発してアップダウンのある遊歩道を行きます。途中、小鹿が2頭出てきます。こちらをずっと興味深げに見ています。遊歩道を下っていくと、阿古志神社に着きます。ここの祭神は神武天皇の兄である三毛入の命です。そこからまた遊歩道は上りとなり、出発地点から約45分ほどで千畳敷に着きます。ここからは目的地の立ヶ崎が見えます。この垂直の絶壁は高さが70メートルあり、いつも黒潮の押し寄せる真っ白な波頭が10メートルほど立っています。紀伊半島の南部の地下深くには2キロメートルの厚さの花崗岩質の岩盤があり、この立ヶ崎も花崗岩でできています。それがせり出して絶壁となりました。地下深くでゆっくり固まったために六角柱の結晶となっています。この形を柱状節理と呼んでいます。立ヶ崎の裏にはさらに大きな2枚の岩盤があり、これは海金剛と言います。花崗岩は雲母と潮石と石英でできていますが、ここの花崗岩は鉄分が多く含まれていて赤茶けています。活発な海底火山では海面が着色に濁ることがありますが、これはマグマが活発なことを意味しており、熊野カルデラがいかに巨大噴火であったかを今に伝えています。ここまで来ると温泉に浸りたいものです。紀伊半島南部には湯の峰温泉や川湯温泉、勝浦温泉や白浜温泉など、江戸時代の温泉ランキングで横綱以上の行事級の有名な温泉が各所にあります。この温泉は1500万年前のカルデラ噴火の熱源だという説もありますが、南海トラフの岩盤が北西方向に押し寄せてくる圧から来ている熱源というのが定説です。そんなことはどうでもいいのですが、とにかく泉質は最高。ドローンが着陸したら温泉に行きたのですが、今日はおとなしく家に帰ります。